はい、じゃあ戻りましょう。戻りましょう。はい、キバラジ。キバラジ。はい。はい、というわけで真面目にスマートブレインのご紹介です。はい。はい、使ってみよう、スマートブレイン。ということで、http://smartbrain.info から、スマートブレインは、e ラーニングシステムとして使っていただけます。はい、今日はあれですね、20名まで無料で使えるということで、一部の人から話題騒然が。話題騒然、話題沸騰ですよ。はい。このスマートブレインの、どんな使い方をやってくれるんですか？はい、スマートブレインは、まあ、安くて無料じゃないですか。はい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 。まあ、きっと、大企業とか自分たちはちょっと安い分そんなに機能がないんじゃないかなっていうような方たちに、はい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 、いや大企業でもまあ、いろんな形のフォームの企業でも全部使えますよということで、はい、今回はグループの階層無限だということをお伝えしようと思っています。なるほどなるほど。まあまあ、ちょっと詳しくは見てみもらうということで、はい、実はe ラーニングシステムを作るときに常にその e ラーニングシステムの中にどんなユーザーがいるのかというものを、はい、階層管理したいというお客様がすごくたくさんいらっしゃるんですけども、このグループ階層というのが、まあ、複数個、まあ、あるということがすごく大事なんですよね、うん、例えば企業だと何々部何々課とか、ね、何々係みたいな風に階層構造しているから、そういうのをこう反映できるようにしとかないと使いづらいと、ね、支店であるとか支社であるとか、うん、代理店とか、そういうところも全てですね、うん、はい、では実際にちょっとどんなものか見ていきたいと思います。はい、はい、このグループと階層化はですね、まあ、基本的に今回試してみるのは会社の組織図を反映するというようなやり方を見たいと思います。なるほどなるほど。はい、じゃあ私たち基盤インターナショナルの秘密の組織図を実は公開します。はいはい、まず基盤インターナショナルがあって、はい、東京本部、はい、北海道函館研究所に、はい、東京本部の掃除課、掃除課作りましたね、そういえば、ね、作りましたね。そしてその中に棚を飾る係、あとダイソン係あります。いや、それはまあ今回はなしということ。あ、ないんですね。はい、はい、というようなこういう形の、まあ、組織図があったとします。はい、まあ、ですから一番上が基盤インターナショナルですけど、まあ、東京本部とか作っていくと、まあ、このやり方をちょっと実は今日実は、うん、どうやるかというのをデモクリエイトしましたので、はい、ちょっと見ていただきたいと思います。はい、はい、はい、では、はい、これで見てみます。いいかな。はい、はい、まず管理者のアカウントでログインします。はいはい。すると、この管理機能が出ますので、管理機能からユーザーの管理をクリックしてください。そして、新しくグループを追加するためにプラスボタンを押します。はい。で、ここに、まあ、東京本部ですね。はいはいはい。クリックして、名前をつけて保存するだけでグループができます。これで新しいグループが作れた、ね。なるほどなるほど。さらにこの下に今回は、まあ、掃除課ですか。この子グループというのをクリックすると、そこに掃除課と入力するわけですね。すると東京本部の下に掃除課というのが出てきます。そしてまた作ると、東京本部の下に掃除課というグループを作りました。ほう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 。さらにさっき掃除課の下に棚を飾る係ですね。はい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 。本当にそんな係があるのかっていうのをきっと日本全国でも私たちだけなんじゃないかと思うんですけど棚を飾る係と入力して OK すると、はい、でこれでですね、作るとこの一番上のここを見てがトップ下に、はいはい、東京本部の下、掃除課、棚を飾る係と、ああこういうふうにどんどん階層が作っていけるよ、まあ、ですね。で今度並列のグループ、東京本部と北海道函館支部を作る場合には、ありました、ありました、その一つ上の階層から函館研究所と入力して確認と、はい、はい、これで東京本部と函館研究所が作れました。おー、でこのように、まあグループを作って、その下に子グループを作っていくというのは、はい、まあ、いくつでも作れるので、うんうんうん、皆様が例えばどんな大きな組織でもですね、はい、このやり方でやっていく限りにおいて、まあ、全て組織図は再現できちゃうんですね、うん、ちょっと素朴な疑問が一つあるんですけど、いいですか。はい、何でしょう。そもそもグループっていうのを作っておくとどんなメリットがあるんですか。グループを作っておくメリットがですね、はい、ちょっと一回戻りましょうか。
グループを作っておくことによって、性的の管理が非常にしやすくなるんですね。あの各グループ、例えば棚を飾る係には、はい、まあ、ダイソン の、あの 棚の掃除もやらせたいとかね、はいはいはい、棚掃除のコンテンツを、まあ、グループの人全員に、うん、まあ、渡すなんてことができますし、はいはい、うん、成績の管理もこのグループの人たちの一気に進めるなんてことがですね、誰に何を学習させるかとかっていうのがグループ単位に設定できるのですごく便利、グループ作っておくと便利だよと、うん、なるほどなるほど。例えばその掃除課の課長には、掃除課の人の成績だけ見れるようにしたりだとか、そういうことができるわけですね。はい、でですね、例えば、まあ、なかなかありえない状況ですけども、東京本部の棚を飾る係に所属していながらも、はい、北海道函館研究所のに所属なんてこともできるので、はあ、なるほどなるほど、兼務してる人とか兼務なんてことも実はできる、なるほど、そういうのにも対応できると、はい、すごいですね。なのでまずスマートブレインを使っていただくときに、このグループを先に決めて、はい、そのグループをうまく再現するようなやり方で作っていただければと思います。はい、なるほど、どうもありがとうございました。はい、ということで、まあ、今回のですね、はい、ですね、ここの部分なんですけど、ちょっともうムービーで説明しちゃったので飛ばしますが、はいはい、詳しく、さらに詳しくはウェブでオンラインセミナーでやっていますので、はい、こちらをご覧ください。そうですね、まあ、今日は唐突にですね、グループの作り方をしたんですけども、それ以前に例えば教材をどうやってアップするのだとか、ユーザーをどうやって追加したらいいのとかっていうのは、このオンラインセミナーとかにアップされている、アップされています。はい、わかりました。今日の実はデモクリエイターというムービーで、はいはいはい、さっきの作成したんですけども、あれは一回作ってしまうと、まあ、その後繰り返し見られるようなものなので、はい、こちらの方もですね、オンラインセミナーの方にアップしていきたいと思っています。はい、わかりました。はい、ということで、キバラジ、はい、はい、Q&A ですね、組織図だけではなくて新人教育のようなグループを作ってユーザーを所属させられますか。これ、はい、できますよ。できますね。あの、別に組織図にこだわらなくても、自分たちが使いやすいような形でどんどんグループを作っていただいたらいいので、はい、もうグループ名をつけて子グループで管理するか否かなので、はい、で、まあ、組織図みたいなのもかっちりしたもの以外に、例えば、うん、まあ、その他のグループで新人教育であるとか、はい、中途採用様とか、うんうん、マネジメント教育グループとか、うんうん、なんとか委員会とかですね、うん、こういうようなものを作っておいて、そこにまた教材を割り当てたりユーザーを割り当てたりすれば大丈夫ですね。なるほどなるほど。はい、はい、ということで今回は、おしまいですね。はい、というわけで、はい、キバラジ、はい、今日はここまででした。ここまででした。時間予告がありますか。はい、はい、次です。おい、おー、なんか音楽が新しい、なんか盛り上がってきた。次回はですね、来週また月曜日から、次はオーサリングツールレクチャーメーカーについてと、それから今週の基盤をいった話は、まあ、またその時に思いついた、週末に思いついたネタをですね、ご披露する感じになるんじゃないかと思います。はい、それではまた来週。また来週。